あら、あららら？ああ、これはなんだ？職場の仲間としてのあれなのか、それを超えているのか、どっちなんだ？なんだろうね、なんか複雑な関係ですね、この二人。まあでもそうだよね。なんだろうな、酔って歩けなくなっちゃった人とかをタクシーで見送んないといけないから、仲は良くなりそうだね。そう、誰にでも夢や恐怖があって、愛する人がいてっていうのは、本当にこのゲームやってると実感しますね。なんか、めちゃくちゃな人でも何かしらに苦しんでるし、何かしらのその、夢みたいなものを持ってる、目標みたいなもの、いつか叶うといいなって思ってるような理想がある。思ってもらいたい。ガラガラバケツ。ビールって言ってなかった、でも。茶金。イソギンチャギじゃあ、急ぎ、茶器、急ぎん茶器、なるほど。そっか。ね、同感です。バットレンダー？バテレンダー？バテレンは違うよ。バテレンはそういう意味じゃないよ。ね。そうなんだ。ブラデンター。あー、ディスになっちゃったね。これはいい酔いなのか？ベントレーダー。どんどん言葉が変わっていく。はい、ライジョッキビール。はい。乾杯。アルコールをね、ちょっと依存症っぽいですね。 とかが軽率なことをしたがる生き物、わかりますよ。まあそうですね。はあはあはあ。まあ、言わんとしてることはわかる。ああ、まあありますね。ペニシリン。
ペニシリンはなんだっけ？なんか、シャーレの中に細菌を放置しておいたら、青カビが発生して、そっからペニシリンが出てきたみたいな話だっけね。ああ、確かにね。そう、リリムは、あの後調べたんですけど、リリムっていうワードが出た後に。まあ、やっぱり、その男性を誘惑して無性させるというものらしいですよね。どっちかっていうと女性的。DT-01B。DT-01D。社会性発達型のロボット。DFC-72。肉体を再現したモデル。社会性ってどういうこと？労働用リリム。ああ、なるほど。目的に向いているっていうだけのことで、ADN 法。なるほど。ちゃんと法律があるんですね。ロボットにはちゃんと、まあ、その、自由に、自分の幸福を、追求してよいっていう権利があるわけですね。柔軟性がある。あ、そうなんだ。強い。リリムって汗かくの？あー、なるほど。だ人間の汗と同じような機能の、その、冷却剤、薬剤を、肌の、その、なんだろうな、毛穴から噴出して、で、熱を放出するっていう機構があるんですかね。おそらく。あ、そう、それね、なんかね、すごい偶然僕も同じことを現実でも考えてたんですよ。そう。なんか、今ね、その、国内では同性婚がうんぬんみたいな話結構、もう同性婚、この自治体では認めますよ。この自治体ではまだ認められてませんよ、みたいな話があるけど、そう、その先に、その、もう同性婚は僕はもう、がぜん賛成で、で、なんだろうな、そんなのはもう、とっとと、その、オッケーしてくれと。その先にはまだまだいっぱい、犬と結婚したい人だったり、ロボットと結婚したい人だったり、あるいはもう、なんだろうな、なんだ、およそもう、生き物ですらないものと結婚したい人ってのは多分たくさんいるはずなんですよ。そう、そういう人たちのところに目が届くのは、もう、どんだけ先になるんだろうって思っちゃって。ね、なんかもう、ね。ちょっとまとまりがつかないですけど、僕は結構そういうことを思っちゃってますね。恋愛感情は人間に対してのみ、発生するものだ。ないしは、異性に対してのみ発生するものであるっていう考え方はもう僕はめちゃめちゃ古いと思ってるので。そう。恋愛感情って人間以外にもガンガン向きますからね。マジで。ちょっと熱く語っちゃいましたけども。そう。いや、僕の周り結構いるんですよ。まあ、あんまり詳しくは喋れないけど、やっぱりプライバシーなんで。人間以外にガチの恋愛感情が向いてる人って結構いますよ。アバトレンダー。そういうことではなくてね。いやー、なんか同じことを考えてる人がいたのはすごい面白いな。猿は？まあまあまあ、そうだよね。同意できないっていう問題はあるよね。そうなんだ。なあ、例のその知能テストみたいなものですかね。を受けると結婚できるようになるのか。コレクティブソースの改良に。ああ、そうなんだ。もう、
フィードバックがいっちゃうのか。ああ、なるほど。そういう考え方もあるな。もっとベジタリアンなんだ。うん、別に、なんか、その やるやらないの話はね、別に違うんだけど。あ、ダジャレ言ったこの人。かわいいですね。ビールかわいいな、本当に。好きだなー。まあそうなんだ。うの酔いっていうのは、あれ？アルコール分解器官より。ああ、なるほど、なるほど。なるほどね。ちょっと解説を何回も挟んじゃうけど、解説ってか、自分なりの考えというか、噛み砕きを挟んじゃうんだけど、だから、なんだろうな、人間と同じような障害物がないと、それを乗り越える人間の、気持ちがわからないし、その過程で発生する発達みたいなものにも、たどり着くことができないので、あえて同じ障害物を設置しましょうねっていう考え方なのね。だからなんか、不思議ですよね、それもね。ねえ、今こんだけ、なんだろうな。ユニバーサルデザインとかね、ノーマライゼーションとか言われてる 世の中で、あえて障害を作るっていう発想はやっぱり、アンドロイドが定着してないと出てこない発想な気はしますよね。そこまでする必要ある。あ、気になりますね。ベアトリス・アルバート。ああ、ママになっちゃった。いよいよ好きになってきたな。先に車に戻って寝ていなさい。そろそろお開きです。やべえ、どんどん好きになってくな。やばいぞ、これは。ディール。ミズ・ベティ。はーい。ワイバーン大好きっ子。いえ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 、お疲れ様でした。ありがとう。終わりましたね。ああ、そっか。店がなくなるかもしれないって話を今引きずってんのか。なるほど。ええー、そうなんだ。っていうところからスタートするのね。ボスにチキンのバケツを片付けてもらわないと、どこにいても匂いがプンプン漂ってくる。そんな状態だっけ？ 久々にプロローグ終わって帰ってきて、あれ、そんな状況あったっけ？ジュークボックスはもうレディでいいですね。もう少し休んでいてよかった？ああ、そっかそっか。レイナさんがヘルメット取れなくなったって話ね。してましたね。解除ボタンに灰が詰まってた。ああ、そうなんだ。結構使い込んでたんですね。これ、セイさんのヘルメットだよね。それはあなた次第でしょ。お、また新キャラか？うわー、見たことない。で、まあ、パッと見、
リリムさんかな、死後の世界バルハラ、ここはバーです。 This is a bar。 大丈夫か、分かってるか。はい、あーそうなんですね、お茶お茶、まあお茶のね、入ったお酒とかも結構ありますけどね。僕はなんか緑茶梅酒みたいなやつが結構好き。あれはどうやって作ってるんだろうな。なんか緑茶の風味が強い梅酒なんですけど、結構種類ありますね。ビターなんだけどビターすぎない。ビターでガーリー、なるほど。お茶みたいな飲み物、それかあんまり苦くないもの。ガーリーでビター系。お茶みたいな飲み物。あったか、そんな。ちょっと探してみますね。そうですね。ちょっと探してみたんですが、お茶みたいなものが、このブルームライト、この茶色いっていうところぐらいですね。わからんな。でもなんか茶色ってさ、日本ではまあお茶といえば茶色、麦茶とかだけど、海外でお茶っていうと、多分緑茶とかを指してる気がするんですよね。だから、向こうではお茶って緑色だと思うんですよ。っていうのを考えると、これではない気がする。なので、まあ、ガーリー、ビター系っていうことで、なんだっけ、サンシャインクラウド作ろうと思います。はい、サンシャインクラウド。ああ、よかったよかった。私は暗い夜空を照らす光、星。え、これがステラか、もしかして。あなたを悲しみから解き放つ輝き。あなたの夢を映す北極星。きらめき。え、きらめき。きらめきやんけ。なんだ。2チャンネルみたいなところにスレッドが立ってた、アイドルの子やんけ。え、アイドルなのかな？きらめき。こんな感じなんだ。なんかイメージとだいぶ違ったな。私がキラと言ったらあなたはミキという。なんでその合言葉みたいな。キラ。ミキ。はい、もっと魂込めて。キラ。ミキ。キラ。ミキ。キラ。ミキ。キラ。ふふふ。コール&レスポンスが行われている。あ、増えてる増えてる増えてる。ジェイミーもいつの間にやら なるほどね。なんかこう不思議な魔力を持った方なのかな。私にまだこれだけのパワーがあると分かってよかった。おう、なんか分けありですね。あ、今からコンサートなんだ。あらららら。あー、そうか。あれですね。あ、ドノバンさんだ。ドノバンさんが取材をするって言ってた人やんね。あ、いろいろ繋がってきたね、でもね。なんだ。二ちゃんで、書いてたスレッドのアイドル。で、コンサートやる。で、それをドノバンさんが取材する。で、ドノバンさんの、部下のインターンに、キムさんがいる。登場人物がだんだん繋がってきてますね。はい。ああ、そうなんだ。抜け出してきたんだ。なんで？ああ、なるほどね。なんか、
うまそうですね、この子ね。世渡り上手そう。はあ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 。あ、貼ってありましたか。はあはあはあ。まあ、そうですね。10万人オーバー。かなりですね。数週間後にアンコールコンサート。もっと大規模なアーティストもいるんだな。10万人って結構だと思うけどね。ミズ・ミキ。ミズ・アイドル。ミズ・アイドル。偶像。リリムが偶像って言うとなんかな、ちょっと皮肉って感じがしますね。どうなんだろう。ちょっと今、どうなのかなって思ったけど、ミクさん？初音ミク？ちょっと、なんか、ぼんやりイメージあるかもしれないですよね。髪の色同じっていうのと、なんだろうな、人間でないアイドルっていう意味で、ね、機械音声でっていうのが、ちょっとイメージあるかもしれないですね。ミキとミクだから一文字違いだし。ありそうだな。ソフトはソフト。ソフトの飲み物。ソフトってソフトドリンクって意味？それとも、ソフトドリンクはあるけど、いやーみんな注文が難しい。あ、ソフトあるね。ソフトっていうタグがあるね。どうしようかな。じゃあちょっと探してみるか。まあ、ちょっとふもふもドリームとか行ってみますか。はい。あ、よかったよかった。もっと派手なパフォーマンスをしたりしないの？ね。確かにジルそういうイメージないな。まあね、難しいとこですよね。バーというか、なんかなんだろうな、飲食店ってどこでもそうだと思うんだけど、飲食に全振りするか、まあ、小的な部分とか、視覚的な要素に振るか、みたいなのって、結構、なんかその店のセンスが問われるところですからね。見てる人を楽しませるっていう。そうね。ここではそうじゃないってことなのかな。ほう。あー、なるほど。サービス精神が。いや、ジル、興味な。興味ないねー。10万人呼べるアーティストやぞ。チケット即売の。ああ、そうね。ああ、ジルに？自分の星をなくさないでね。ああ、そういうとこ聞く？ジル。そこ聞く？いきなり。はい。ああ、もっと距離を取ってる。距離を縮めてるってことかな？それとも、開いてるってことかな？ああ、縮めてるんだね、やっぱりね。
はい。アイドル目線の発言。慣れ次第。毎週？毎週？ああ。したたか。したたかすぎるな。いや、違うと思うよ。ああ。確かに、まあ、バー開いてる時間だからね。へえ。夜から朝。サンシャインストーン。ええ、いい演出。Your love is a drug. すごいね。すごいタイトルだな。まあそうね。高級なコーヒー。ビターなカクテル。ビターね。あ、いやもうこれはサンシャインクラウド一択でしょ。ね、サンシャインストーンって言ってたからね。はい。ちょっと苦すぎ。ふふふ。音楽活動。ピアニスト。おお。きらめきになる前。はあ。へえ、すごーい。まあ、なんだろうな。もう、日本はね、アイドル大国ですから そんなに珍しかないんだけど。なるほどねー。なんか、ある程度売れたらまた、ピアニストに戻ったりもありますよね。とりあえず、まず聞いてくれる母数を増やして、っていうのは、ね。あると思いますね。じゃないと、やっぱり、届かないので。自分のやりたいことが。いや、すごくしっかりしてるな、きらめき。あ、インストですね。僕もインスト好きですね。いや、全く同じ理由ですね。物書いてる仕事の時、歌詞はやっぱり、なんか、ちょっと頭がごっちゃになるというか、気がついたら歌詞をね、ミスタイプしていたりとかするので そうですね。最近はなんかクラブミュージックとか、よく聞いてる気がしますね。身の毛もよだつような歌詞は当たり前の顔して歌われる。そうだな。なんかやっぱ、なんだろう、最近の J-POP、J-ROCK って歌詞が結構えぐい ことが多い気がする。そう、あいみょんとかね、今でこそ、なんか、ああいう感じの歌詞ですけど、初期の頃は結構、みたいな歌詞歌ってましたからね。クリープハイプとかね。そう。
ああ、そうなんですか。はーい。いろんな方が来ますね。コンサートね。赤い彗星。ああ、デイナさんがかつてそう呼ばれてたみたいな。レスラー時代の私のあだ名。時代？グランドスラムファイターズの選手。あ、そういうチームがあんのかな？へえ。本当にシャアだった。お、ミスゼロですね。パーフェクトボーナス。パーフェクトボーナス入ってますね。あと、ディーナさんのおごり。300ドル。このドルがどれぐらいの価値なのかは、未だ分からずと。